娘の入学式当日、苦手なママ友と遭遇してしまった。軽く会釈だけしてやり過ごそうとすると、明らかに不機嫌そうな顔で彼女が話しかけてきた。なんでいるの？ここはあなたのような貧乏人がいていい場所じゃないのよ。立ち去りなさい。ママ友が言いたいことだけ言って立ち去ろうとしたとき、ある少年が現れた。なんてことを。今すぐこの人に謝るんだ。私の名前は栗原優子。20代半ばで今の夫と結婚し、30歳で娘ジュリを授かった。ジュリはちょっとおとなしい性格ながらも健康に成長してくれている。去年、夫の仕事の転勤で通っていた中学を転校させてしまった時は、さすがに落ち込んでいたようだが、その後は友人もできたようで一安心だ。まあ、私の方もなかなか友人、いわゆるママ友ができなくて苦労していたので、娘のことは言えないのだけれど。でも、私も私で少し苦手な相手もいるものの、なんとか気の合うママ友を何人か作れたのでよかった。そんなジュリも半年後に高校受験を控えている。もうそんな年齢になったのかと感慨にふけることもあるが、それよりもジュリの進学先のことがやはり気になる。今日は夫である誠も早く帰ってくるようだし、夕飯の時にでもジュリを交えて家族3人で話し合ってみよう。ブリ大根や味噌汁など和食のメニューが並んだ夕食をジュリも誠も美味しそうに食べている。そうしてある程度食事が進んだところで私から話を切り出した。ねえジュリ、もうそろそろ進学先をはっきり決める時期だと思うけど、ジュリはどうしたいの？私は早尾高校に行きたい。あそこならいろいろカリキュラムが充実してて楽しそうだし。やっぱりか。前々からジュリはこの高校に興味を示していた。ただかなりレベルの高い高校なので、受かるかどうか心配なのだ。ジュリの気持ちはわかった。でもそこってかなり難しいんじゃなかったっけ？お茶を一口飲んだ後で、誠が話に入ってくる。うん、多分この辺りじゃ最難関だと思う。でも私成績は悪くないし、この前の模試でも合否判定で B 評価出てたんだよ。そうなのか。それはすごい。やっぱりうちの娘は最高だよ。ほんと偉いぞ、ジュリー。あまりにもストレートな褒め言葉を投げかけられて、恥ずかしそうに下を向くジュリ。誠は自他共に認める親バカなので、私からするともう見慣れた光景だが、未だにジュリは慣れないらしい。なら、僕から言うことはもうないな。優子は何かあるかい？誠が私に話を振ってきた。そうね。ジュリの気持ちは尊重したいし、反対するつもりはないわ。でも、万が一のことも考えて、いくつか滑り止めも受けるようにしなさい。わかってるって。私も、早尾一本で勝負するつもりはないよ。そもそもそんな度胸ないし。また、うつむきながらジュリは答える。模試でいい判定が出ているとはいえ、やはり不安な気持ちもあるのだろう。親としては、娘の希望通りの進路に進めることを祈るが、こればかりはやってみないとわからない。私が心配そうに見つめていると、ふっとジュリが顔を上げた。でも、私どうしても早尾高校に行きたいの。だから、絶対受かるように頑張る。普段は控えめなジュリが、ここまではっきりと意思表示するのは珍しい。よほど早尾高校に行きたいのだろう。なら、私たちは娘の合格を信じ、助けていくだけだ。わかったわ。しっかり頑張りなさい。私たちも精一杯フォローするから。ねえ、あなた。もちろん、というように深くうなずく誠。こうして半年間にわたる受験生活がスタートした。途中でジュリは一度成績を落としたものの、なんとか持ち直し、受験の日を迎えた。この日ほど娘を送り出すのが不安だった日はない。誠も同じ心境だったようで、なんと有給休暇を取得していた。彼曰く、仕事なんか到底手につかないから思い切って休んだとのことだ。
試験が終わり、家に帰ってきたジュリは晴れやかな顔をしていた。きっと手応えがあったのだろう。私たち夫婦はほっと胸をなでおろしながら、注文しておいた出前の寿司を三人で食べた。そして合格発表が出て、無事ジュリは早尾高校に通うことになったのだ。ジュリの高校入学に向けて、いろいろ準備しなければいけないなと考えながら、買い物に出かけようと外へ出たら、ママ友の真由美さんに出くわした。正直、参ったなと思った。私は真由美さんのことがあまり得意ではない。なぜかというと、彼女は私のことをひどく馬鹿にしてくるからだ。一度別のママ友同士の会話で昔のことを話す機会があり、そこで私が少し貧しい生活をしていたことを喋った。うちは父がかなりお金遣いの荒い人で、収入が入るとすぐ自分の趣味のものに使ってしまうような感じだったのだ。おかげでいつも家計は火の車で、洋服などはいつもリサイクルショップかバザーで買ったものだったし、ご飯もおかずが満足に出てこない日がたびたびあるような始末だった。当然、学費なども出してくれるわけがなく、私は高校、大学と奨学金を使って進学した。そのことを、真由美さんがどこからか聞きつけたらしく、それ以来私を貧乏人と蔑み、見下した感じで話してくるのである。確かに昔は貧乏だったが、今は誠と私二人の収入があるので、十分すぎる生活を送れているし、ジュリにも何不自由ない生活をさせている自負がある。だからできればあまり関わりたくないのだが、真由美さんの友人網は広く、どうしても顔を合わす機会が出てくるのだ。ただ、今日のようにばったり出会うことはそうそうないのだが、なんともついてない日だ。あら、ゆうこさんじゃない？お久しぶりね。ニヤニヤと笑みを浮かべながら私に話しかけてくる真由美さん。その表情からは相変わらず蔑むような態度がにじみ出ている。できる限り早くこの場から離れたかったが、話しかけられては無視するわけにもいかない。ほんと、久しぶりね。最近バタバタしてたから、なかなか集まりにも顔を出せなかったし。まあ、この時期は仕方ないわよ。子供の受験があるところが多いし。うちもルイトが受験だったから大変だったわ。でもその甲斐あって、早尾高校に合格したのよ。その話はジュリから聞いていた。真由美さんのことは苦手だが、その息子さんのルイト君の方に悪い印象は持っていない。直接会ったことはないが、ジュリとずっと仲良くしているようで、よく話題に出てくるのだった。なんでも学級委員長をやっているらしく、性格も正義感が強くて、よく喧嘩の仲裁などもしているらしい。かといって頭が固いわけではなく、話し上手で周りにも優しく気配りもできるようだ。おまけにイケメンだし、早尾高校に受かったということは勉強もできるだろうし、話を聞く限りでは完璧に思える。そりゃジュリも彼のことを話すとき少し顔が赤くなるわけだ。娘から聞いたわ。おめでとう。ありがとう。まあうちのルイトなら当然のことだから心配はしてなかったけどね。そういえばあなたの娘さんも早尾高校に受かったんですって？ええ、ジュリがすごく行きたがっていたからなんとか合格してくれて本当によかったわ。そう。ルイトの話によく出てくるけど、あなたの娘だからどんな子か心配だったのよ。でも、早尾高校に受かるなら優秀ね。うちのルイトに釣り合うかというと別だけど。私についてチクチク言うのはともかく、勝手に人の娘を寝踏みしないでほしい。そして、そんな苛立ちをさらに逆なでするように、真由美さんは新たな話題を切り出した。そういえば、あなた、入学式に出るつもり？着ていく服とかあるの？バザーやリサイクルショップで買ったものじゃ、示しがつかないわよ。さすがに馬鹿にしすぎだ。そんな服を着てたのは、あくまで昔のことで、今は普通に服を買えるぐらいの余裕は十分ある。別に贅沢なブランド物を着てるわけではない。が、それなりにきちんとしたものを着てるのは、普段の服装を見ればわかるはずなのに。
反論しようと口を開きかけたが、それを遮るように、真由美さんは話を続ける。一人だけみすぼらしい服着てたら、みっともないし、入学式に出るのやめたら？その方が、娘さんのためになるわよ。冗談じゃない。せっかくの樹里の晴れ舞台を見逃すことなんてできるわけがないし、するつもりもない。忠告したからね。恥をかかないよ。ちゃんと部をわきまえなさい。じゃあ、私はこの辺で。言いたいことだけ言って、真由美さんは去っていった。その日の夕食は、ちょっと豪華なメニューが並んだ。真由美さんのことの鬱憤晴らしだったのは間違いない。まあ、誠も樹里も不思議そうな顔をしつつ喜んでくれたのでいいだろう。いろいろな準備も整え、いよいよ樹里の入学式の日が来た。真新しい制服を着て、珍しく浮かれている樹里の姿が可愛い。誠は今日も当然有給休暇を取っていて、樹里の写真や動画をすでに撮りまくっている。こんなに有給休暇を取りまくって大丈夫かと思うこともあるが、誠はかなり優秀な営業らしく、成績はいつもトップクラスらしい。だからこそ、こういう休暇の融通も聞きやすいのだろう。誠の運転する車で、早尾高校の近くまで行き、コインパーキングに車を止める。そこから歩いて高校の中に入ると、すでに多くの生徒と保護者が集まっていた。入学式の開始までは、まだ少し時間があるので、トイレを借り、家族の元へ戻ろうとしたところで、なんと真由美さんと遭遇してしまった。良い気分だったところに、冷水をぶっかけられたような感じだ。軽く会釈だけしてやり過ごそうとすると、明らかに不機嫌そうな顔で、真由美さんが私に話しかけてきた。あなた、なんでここにいるの？私言ったわよね、部をわきまえなさいと。ここはあなたのような貧乏人がいていい場所じゃないのよ。怒りと苛立ちの入り混じった表情で、私を睨みつける真由美さん。ただ、さすがの私もスルーできずに言い返した。あなたに、それを決められる筋合いはないわ。だいたい、今はちゃんとお金の余裕もしっかりあるし、貧乏なんかじゃないのよ。はいはい、そうやって必死に背伸びして、惨めなところを見せないようにしてるのね。でも、わかる人にはわかるのよ。真由美さんは、鼻で笑いながら、まともに私の言葉を取り合おうとしない。今からでも遅くないわ。すぐにここから立ち去りなさい。このままじゃ、あなた周りの人の物笑いの種よ。ここは、あなたの正体なんか、すぐに見抜いちゃう人ばかりなんだから。そして、さらに見下すような視線を向けながら、こう付け加えた。いけない。あなたと関わってちゃ、私までおかしく見られちゃうわ。じゃあ、早く出て行きなさいよ。そうして、私から離れて歩き出そうとしたところに、ある少年が現れた。この少年を、私はどこかで見た覚えがある。けれど、どこであったか思い出せない。そうして頭をひねっているところに、真由美さんの驚いた声が上がった。ルイト、どうしてこんなところに？母さんがなかなか帰ってこないから、様子を見に来たんだ。そしたら、なんてことを。ルイト君が申し訳なさそうな表情で、じっと私を見つめる。そして、真由美さんに視線を戻すと、こう語りかけた。母さん、今すぐこの人。いや、優子さんに謝るんだ。少なくとも、優子さんは、母さんが思ってるような人じゃない。ルイト君の言葉に、狼狽したのか、少し早口で真由美さんは答える。ルイト、あなたは何も知らないのよ。ジュリちゃんの母親だから肩を持ってるんでしょうけど、彼女はジュリちゃんと違って、とても癒やしい人なのよ。それに対し、首を振りながら、ルイト君が言葉を返す。何も知らないのは、母さんの方だよ。僕は、優子さんと会ったことがあるんだ。父さんと一緒にね。父さんって、どういうこと？ルイト君の父親が話に出てきて、真由美さんはかなりうろたえているようだった。少し前に、父さんが僕をゴルフに連れて行ってくれたのは知ってるよね。その時、
優子さんを紹介されたんだ。仕事での優秀なパートナーとしてね。なんですって？父さんは言ってたよ。優子さんは本当に素晴らしいデザイナーだって。彼女がデザインした時計はいつも上々の売れ行きだし、それを取引できて本当にありがたいって。このやりとりを聞いて思い出した。私は普段在宅勤務で、取引先と会うことはまずないのだが、この時は相手先がどうしても感謝を述べたいということで招待してくれたのだった。まあ、招待先がゴルフで、しかも子供連れなのは驚いたが、初心者の私にも丁寧に教えてくれたし、印象は良かった。あの時の親子が、ルイト君とその父親だったのか。そういえば、息子さんの名前を聞きそびれていた。もしそれを聞いていれば気づけたかもしれない。そのデザイナーさんの話は聞いたことがあるわ。何でも高級時計のデザインを引き受けていて、そのセンスは世界的に評価されているって。真由美さんが魂の抜けたような表情で私を見つめる。まさか、それがあなただったなんて。真由美さんはどうしたらいいのかわからない様子で呆然と突っ立っていた。そこへ促すようにルイト君が声をかける。ほら、母さん、ちゃんと謝るんだ。自分がどれだけ失礼なことを言ってたかわかっただろう。そう言われても真由美さんは言葉を発することができず、ただ無言でゆっくりと頭を下に傾けた。僕からも謝罪します。母が大変失礼な態度をとってしまい、本当に申し訳ありませんでした。謝ったところで許されることではありませんが、それでもどうかこの非礼を詫びさせてください。そうして、真由美さんよりもさらに深々とルイト君は頭を下げた。もういいから。それより、もうすぐ入学式が始まるわよ。そろそろ移動しなきゃいけないでしょ。私も家族のところへ戻るわ。そう言って私はその場から離れる。去り際にルイト君に一言だけ言い残した。これからもジュリと仲良くしてやってね。それを聞いてルイト君は一瞬顔を上げたが、すぐまたその顔を伏せた。入学式以降、真由美さんの態度は手のひらを返したかのように豹変した。誰かと一緒に話している時は、ひたすら私を称賛しながらその良さを熱弁し、差しで話す時ですら媚びを売るように褒める言葉を繰り返す。こうも変わるのかと半ば呆れながら見ていたが、やがて真由美さんと関わることはほとんどなくなった。入学式で知り合った新しい高校のママ友と絡むようになったからだ。さすがの真由美さんも高校では友人網を広げきれていないようで、私と共通の友人はほとんどいないというより、あまりママ友を作れていないようだった。彼女が言った、正体なんかすぐ見抜いちゃう人ばかりという言葉は、存外当たっていたのかもしれない。ジュリは毎日楽しく高校に通っている。日々充実しているようで、いつもその表情は明るい。部活動は天文部に入ったらしく、なんとそこにはあのルイト君もいるようだ。ただ、ルイト君の場合はサッカー部と兼任で、そこまで頻繁に参加するわけではないらしいのだが、それでも仲良く楽しんでいるみたいだ。そういえばこの間、ルイト君に映画でも見に行かないかと誘われたらしい。二人っきりで遊びに行くなんて、とかいろいろ言っていたが、まんざらでもないらしく、珍しく服を買いに出かけていた。もしかしたら、ジュリとルイト君は付き合うようになるかもしれない。それは悪くない話だが、あの母親がついてくるとなるとげんなりする。でも、だからといって、二人のこれからを邪魔したくないし、なかなか難しい話だ。ま、そこはなるようにしかならないかなと考えながら、私は新しい時計のデザインに取り掛かった。